ましてこんばんは、 NGT48 の真下加穂です。はい、8月19日ということで、今日は多田恭香ちゃん AKB48 ドラフト3期生のチーム4のドラフト、多田恭香ちゃんのお誕生日です。おめでとう。はい、もちろん連絡させていただきまして、21歳、私と同い年なので今年21歳なんですけれども、あのいつもね、私755 SNS の使い方が上手だなと思って、あとはすごく言葉が面白いなって思って、であと京香はドラゴンズファンみたいなので、ちょっとそちらの方でも語り合いたいなと思ってます。素敵な1年になりますようにということで、はい、8月19日でもう8月も下旬じゃないですかって思ってるんですけど、なんか全然そんな気配なくて、毎日暑いし毎日エアコンつけちゃうし、毎日うちわで自分は仰いでしまうし、多分皆さんも一緒だと思うんですけど、もういいんじゃないかと、暑さよって毎日思ってますはい、で最近そんな私はですね、早寝早起きに目覚めまして、本当に最近は11時に寝るようになって、で朝もうなんか6時半とかに目覚めるようになって、まあ6時半に目覚めて、いやちょっとまだ早いからもう一回寝ようって思って、ちゃんまあその2時間後ぐらいに起きるんですけど、でもそれにしてももう自分にとってはめちゃめちゃ早寝早起きで、っていうのも多分お風呂に入る時間を早くしたんですよ私。だから多分きっと早く眠くなって早く寝ているのかなって思って、で今日もね、もういつも通りお風呂に入ろうとしたんですけど、あ、やばい今日はマシラジだって思って、なんとか、まあ、お風呂上がりの格好でマシラジをすることがなくてよかったです。はい、でね、この配信45回目ということで、50回記念まであと5回あと5週間まああと1ヶ月ぐらいということなんですけどはい、9月の下旬ぐらいに達成できるのかな、50回。はい、そこまで楽しみにしていてください。でね、明日8月20日はポムポムの誕生日です。ポムポムって誰やって思ったかもしれないですけど、同じね NGT48 の津島ゆな子ちゃんがポムポムが誕生日です。っていうのもこれはこの間ゆめとゆな子とかって電話してて、その時にゆめがゆな子がって言った時にそれがポムポムって聞こえたので、私がポムポムって呼ぶねって言ってポムポムって呼ぶことにしました。まだ全然経ってないけどポムポムって調子よくない、でもちょっと皆さんはまだ真似しないでください。でね、私あそんな感じですかね。はい、ということで今週もメールを読んでいきたいと思います。今週もたくさんメッセージをありがとうございます。かほちゃん、いつも楽しい放送ありがとう。先日静岡県あかほちゃんは何か暑さ対策をしていますか。そうなんですよね、この間浜松市で40度記録したみたいで、やばいですね本当に。どこもでも皆さん暑いと思うので暑さには気をつけてください。もうね、私はもう全然もう対策というよりかはもうエアコンに頼るっていう感じですね。もう我慢せずにエアコンをつけるという感じなので、皆さんも参考になるか分かんないですけど参考にしてください。続いてマシ、こんばんは。こんばんは。マシが好きな季節はありますか、あったら理由も教えてくださいということで、私はね、なんでもどの季節も好きなんですよね。まあでも春だとなんか新しいことが始まりそうで好きだし、まあでもちょっと花粉が花粉症なのでっていうところあるんですけど、でも夏もなんか夏らしいことたくさんあるじゃないですか。夏ならではの、例えば冷やし中華とかそうめんとかが食べれたりとか、あとはなんだろうね、花火とかもいいなって思いますし、夏曲がすごく好きなので夏曲とか好き、があると夏だなって思うんですけど、でも夏暑いのやだって思いますし、まあ秋はもちろん自分の誕生日があるから、あでも秋かな、自分の誕生日があるから一番好きです。あ一番好きかも。あでもちょっと虫が出るからな。で冬もね、やっぱ雪があったりとか、なんだろう、冬のね、冬ならではの曲とか、まあ、クリスマスとかいろんなねイベントごとがあるので、冬も好きですけど、
寒いのちょっと耐えられないっていう感じなので だから、結局どの季節も好きです。毎年何かしら どっかの季節でも何かしら文句を言いながら楽しんでるので、全部オールシーズン好きです。続いて、今日は俳句の日だそうです。確かマッシー得意でしたね。今日そう俳句の日なんですよ。私も思ったんです、あ、今日俳句の日だって思って。あ、そうなんです。私金曜日にね、まあ先週はやらなかったんですけど、五七五で俳句っぽく自分の気持ちを綴るという配信をやってまして、まあまあまあなんか俳句なんだろう、まあ、得意ではないですけど、なんかこう文字五七五にまとめるのがちょっと好きかもみたいな感じで、じゃあ今俳句作ってみるか。夏で、あ、夏俳句の日で作って、あ、じゃあ明日ゆなこのが誕生日だから、ゆなこで五七五作ってみますね。ゆなこちゃん、あー、ゆなこちゃん、ゆなこちゃん、ゆなこちゃん、あ、違います、真面目に考えるね。待って、俳句の日、俳句の日、間違い、俳句の日、ゆなこ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 ちゃん気遣い上手できる、ゆなこちゃん気遣い、気遣い上手、可愛い子、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、でもゆなこちゃんって入れなくてもいいか。待って、これやっぱり即興は難しいな。気遣い上手、できる、え、ゆなこちゃん、ゆなこちゃん、その前髪くださいな。ちょっと意味わからんことになっちゃったけど、ゆなこはね、やっぱり公演の時とか写真とかで見てもめちゃめちゃいつも前髪がピーってなってて羨ましいなって思うんですよ。私は結構前髪をキープする力がなくて、だからちょっとそこの前髪をキープする力を分けてほしいなと思った。不発だったので金曜日までに考えてきます。すみません。続いて、ショールームやマシラジを見れなくてもファンとして認めてくれますか。これね、すごくすごくというか、たまに聞かれるんですけど、そんなわけないじゃないですかっていう、本当にそんなわけないですよ。本当に私のことが好きでいてくれているのであれば、全然、もちろんこういうショールームとかいろいろマシラジとか見てくれてたら、ありがとうありがとう嬉しいってなるけど、やっぱり好きでいてくれてること自体が嬉しいから、まあでもこうやって答えてるかもしれないよね。でも本当に私に関わってくださっている方全ての人にも本当にありがとうございますっていう感じなので、全然なんかまだ好きになって全然経ってないからとか、全然生写真持ってないからとか、公演そんな入れないからとか、全然そんなの本当に気持ちだけで嬉しいので、いつもありがとうございます。続いて、好きな人に告白して今日振られました、これでカホちゃん一筋になりました、笑わ、まあ、まあ、嬉しいっていうか、なんだろう、気持ちはすごくねありがたいけどさ、これ結構辛いんじゃない、辛いんじゃないの。もう無理しないで、無理しないでっていうか、いい感じにこんな多分吹っ切れるのは難しい。まあ私を応援してくれていたらきっと、ちょっと楽しみましょう。続いて、あの子が大好きで大嫌いなんです、頭が痛いです。もうなんかさ、週一でこういうなんだろう、ま、ガチ相談みたいなのをいただくんですけれども、大好きで大嫌いね、大好きで大嫌いね。ぜひね、あの毎日皆さんもツイートしていただけたらなと思います。定期的に一日一マシもよろしくお願いします。いや本当ありがとうございます、皆さん幸せでした。私すごく、続いて、お邪魔しも後悔したこと、今回は朗読劇風にチャレンジしてください。はい、社会人になっても未だに9月1日の夢を見る、なぜ8月32日という日がないのか、そう夏休みの宿題である、最終週にならないとエンジンがかからない、ひどい時は3日前だ、当然9月に持ち越し、時間割とにらめっこして提出科目ごとに優先順位を
つけてやる綱渡り。小学校から高校まで一度も先に終わらせてゆっくり夏休みを楽しんだ記憶がない。毎年来年こそは地道にやろうと後悔ばかりでした、はい、このネタは本当は来週の最終週にしようと思ったのですが、配信を見ている現役の学生さんたちにまだ今なら間に合うというエールを込めて送りました。でも今年はコロナウイルスの関係で夏休み期間や宿題も様変わりしているみたいですね。そうみたいなんですよ。あのね、それこそ妹がなんか夏休みの課題終わんないみたいな感じで、すっごくあの携帯を連絡でなんか手伝ってくれてもいいんだよみたいな、はいみたいな、すごいなんかそんなのやらなかった自分が悪いやみたいな。私は結構ちゃんともう最初の方に終わらせる人だったんですよ。っていうのも、もう夏休みこの期間までに、この日までに終わらないとバーバッチに行けないよってママに言われていたので、だから私と私の弟もちゃんとそこの約束を守ってちゃんとやってたんですけど、妹もそうだったはずだったんですけど、もうなんかやっぱ妹マイペースだからかな、なんかうん、そんなんやべ先にやっときゃいいやって話ですけどね。はい、なのでこの配信を聞いてる学生さんがいたら、もうちゃんとね携帯の画面に向かうのではなく机に向かいなさい。結局それが迫ってくるんだから、後で後悔するのは自分ですよっていう、このね今の話にもあったんですけど、はい続いてこちらです。マシーこんばんは。こんばんは。いつもマシラジ楽しませてもらっています。今月のテーマ、後悔したことですが、それは2月の後半のことです。その日は研究生公演が昼夜で2公演あって、昼公演は県外枠で当選して楽しんで、夜公演はキャンセル待ち当選したのですが、番号的に入れても大概だったのでキャンセルしたんです。そしたら次の週からコロナウイルス感染拡大で劇場公演が中止に。今思えば大概でも研究生公演を見ておけばよかったと後悔しています。何があるかわからない世の中なので、後悔することがないように、押しや押せるときに押せですね。一日も早くコロナウイルスが収束して、また劇場で元気にパフォーマンスするマッシーの姿を見れる日を願っています、ということでね。そうなんですよね、本当にこの期間、この期間っていうか、うん、いつ何が起こるかわかんないっていうのは本当に感じました。私もですし、多分皆さんもそうだったと思うんですけど、うん、だからね、うん、お世話をする時に寄せって、この通りですね。まあでもなんだろう、自分の都合とかもあるから、うん、そっちの自分の都合を優先した上で、たくさんたくさんっていうか会いに来てくれたら嬉しいなって思います。ということで、ここからは新コーナー、まあ、新コーナーではないか、ここからこのコーナーです。目指せラジオパーソナリティへの道、ショールーム編。このコーナーはですね、 DMM さんの方の配信でもやらさせていただいている企画をショールームバージョンでやろうということで、今週はマッシーの声のもフルスイング。はい、皆さんからフルスイングする勢いで叫びたいことを私にお便りで送ってもらって、私が代わりに叫ぶというコーナーです。今週はどんな叫びが来ているのでしょうか。早速ですが読みたいと思います。こんばんは、かほちゃん。フルスイングする勢いで叫びたいことあります、あります。心の底から叫びたいです。だから自分の代わりに思いっきりお願いします。いきます。ジャイアンツ坂本選手打ちまくってくれ。はい、これでも今日さ、坂本選手ツーベース打ったみたいですよね。 8-0 で勝ったみたいですし、2連勝かな阪神にね。今日は打ったみたいで良かったですね。続いて丸選手もね、スリーラン打ったみたいで。続いて、梅雨明け遅かったのに揚げた途端暑すぎるんだよ。いや、これはマジそれな、マジそれな。もう私の気持ちも一緒に下げましてもらいました今、ね、本当にその通りだよね。本当いつ梅雨明けるんだろうなと思ったら、しかもさ、梅雨明けてから全然雨降らなくない？もう本当に暑さばかりでね、大変だ。続いて、最近故障したエアコンに向かって、壊れるなら
今でしょ？だと？絶対に今じゃない。いや、今壊れるのはきつすぎる。どうしてるんだろう、この送ってくれた方。もううちわとハンディファンかな。早く治りますように。続いて、19日に20歳になります。イエーイ。おー、これはおめでたい。おめでとうございます。20歳、素敵な1年をお過ごしください。続いて、かほちゃんこんばんは。こんばん、マシラジいつも楽しく見ています。週替わり企画、フルスイングする勢いで叫びたいこと、マシモカホユニフォームを作るぞ。おー、野球場にたまにいるような応援歌、かっこメッセージを入れた本格的なものです。あ、毎週わしラジを通していろいろファンを楽しませていただいたり、素敵な笑顔を通してファンに笑顔をいただけたり、かほちゃんに何か お礼がしたいなと思い考えました。わかるよ、わかるわかるわかる。このさ、なんて言ったらいいんだろう、背中のね、背番号がバーンってあるじゃないですか。で、結構長めのユニフォームなんですよ。長めのユニフォームで、だいたいボタンは開いてるんですよ、そういう方って。で、その背番号の真ん中にあって、それを囲むようにっていうか、それの周りに縦書きで、なんだろう、そう、詩のように書いてあるんです。刺繍してあって。嬉しい。これぜひ。めっちゃ嬉しい。完成したら、ぜひ見せてください。続いて、前髪気づけなかった、下げ、小さい変化に気づけるようになりたい。これはぜひ気づいていただけると嬉しいです。これね、昨日ね、私がツイートしたんですけど、私の変化に3秒以内に答えよということで、なんか皆さん、なんか大喜利状態になってましたよね。なんか通信を覚えたとか、なんか推し選手が変わったとか、なんかいろいろなんか面白いこと書いてあって、いや違うんだよな、そうじゃないんだよな、まあちらほら、まあ前髪とかみたいな、なんか結構当てずっぽな感じで言ってたんですけど、まあ本当に前髪切りました。これ今日分かりやすいんじゃない、わかんないけど。続いて、かほちゃんこんばんは。こんばんは。フルスイングで叫びたいこと、アットジャム出演決定嬉しい、おめでとう。30人フルメンバーでの出演本当に嬉しい、目いっぱい楽しんでおいてということで、ありがとうございます。嬉しいです。そう、なんかどこにいても美容で見つけるからねみたいな、このアットジャムさん関連の叫びたいこと多かったです。ありがとうございます。私も楽しみです。本当に楽しみ。じゃあそれでは、そんなところで今週の1曲に行きたいと思います。今週の1曲は走れペンギンです。コメント読みます。48マシモカホのあなたのお耳にお邪魔しも、新潟県内よりショールームをキーステーションに全国各地へ生放送、 NGT48 マシモカホのあなたのお耳にお邪魔しも、エンディングです。はい、皆さん今週もお聞きいただきましてありがとうございます。
このね、今流れてる走れペンギンってこのね、アルバムのアルバム？アルバムだっけ？の、なんだろう、曲が始まった時から友達と、フォーテイトグループ好きな女友達と一緒にこの曲いいよねって言ってよくハマってました。だからその時を思い出しました今。はい、ということで、はい、Twitter、Instagram、755、そしてこのショールーム、この配信が面白いなと思ってくださった方はフォローをして、通常の配信も見に来てくださったらなと思います。はい、ということで、あとはね、先ほどもお話ししましたけれども、アットジャムさん、オンラインなんですけれども、8月29日、16時10分から14時40分パープルステージにて NGT48 出演させていただきますので、ぜひ、ね、オンラインで見ていただけたらなって思います。で、あとですね、9月2日に、19時から NGT48 オンライン特別番組祝研究生お披露目2周年スペシャル、あれから2年、私たちは新潟のオンラインに慣れてますかっていうことで、そちらのね、記念配信を DMM さんの方でさせていただくので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。で、8月21日は1期生の先輩方の記念配信ですので、ぜひこちらどちらも見てください。はい、ということでね、このね、ラジオ風配信、家族も聞いてるんですけど、あとね、おばあちゃんとおじいちゃんも聞いてくれてるみたいで、で、これの配信がね、ラジオ局でやってるもんだと思ってたみたいで、なんかどこに、あ、なんだろう、メッセージを送ればいいんだっつって、ハガキはどこに当てて書けばいいんだみたいな感じで聞いてくれて、いやこれはねっつっても自分で勝手にやってるんだよって言って、そう聞いてくれてるんですよ、このラジオ風配信を。面白いよって言ってくれてて、マシラジいいねって言ってくれてるんで、恥ずかしいですけどちょっと嬉しいですね。はい、ということで、はい、そう、おもろって、ね、そうなの、だから皆さんコメントとか気をつけた方がいいからね。そう、嬉しいんですけど、はい、そうなんです。あ、今日はツインテールでした。はい、スクショしまして、皆さん今週もお聞きいただきありがとうございました。この時間のお相手は NGT48 マシモカホでした。それじゃあ、おやすみなさーい。